あんこのここが知りたい。というわけで今週はどうですか、あんちゃん。今週は、はい、もうすぐ18、19シーズンが始まるということで、うん、レブロンがレイカーズに移籍したじゃないですか、うん、で私マモトさん来てくださったので、うん、レジェンド特集をしていただきたいんですけど、やっぱりレイカーズ今年注目のチームだと思うので、はい、過去のレイカーズのレジェンドたちについてちょっと今日は勉強したいと思います、はい、なるほど、はい、じゃあ島本さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。レイカーズは強い今季強いですか。あ、今季は強いですよ。お、今季強い。今季4つには入るでしょ、最後の。おお、と思います。ウエスタンのベスト4。いや、全体全体の、はい、あ、じゃあカンファレンスファイナルまでは行くだろう。おお、すごいですね。どっちがこけるんですか、ヒューストンとゴールデンステートは。どっちだろうな。来週予想大会やろうかと思って、はい、急に先に聞いておきましょう。そうか、僕はゴールデンステートがそろそろ疲れてるなと思って。楽天的には悲しい、ね、本当にね、勝ち続けるっていうのはね、そうですね、疲れるんですよね。今まで疲れる、飽きちゃう。僕がこう放送に関わり出した時にね、やっぱり2回は勝つけど3回目だもん。それでシカゴがね3回勝ったっていう時代ですから、その前もずっと。で、最初の頃はボストンが9回なんか8回か9回勝ってるんですよ。あれはね、神代の頃だしね、僕は1946年生まれ、はい、NBA 1946年生まれ、はい、だから僕が小さい頃はあんまりチームもなかったし、確かに白人ばっかりだったし、で、そこでやってた時はボストンが強かった。しかしその後はもう本当に3回目っていうと疲れるなっていうのがずっとあったから、今回どうかなと、まあ、思って。ゴールデンステートいいチームですよ、すごく楽しいチームだから、はい、僕も好きなんですけど、はい、どうかなと、ね、はい。で、対抗馬はじゃあヒューストンでいいですか、それとも彼女はちなみにユタファンなんですけど。ユタは来ないでしょ先週特集したばっかりですけど、ユタは来ません。来ないけど、来ないけど、やっぱりいいチームです。フォローありがとう。だから今日はねカードを、はい、あ、そうなんです、いっぱいカードをもらいました。これ島本さんにいただいたカードですね。うちに転がってるんですよ、はい、カードがね。もう今売ってないからね。そうです、まあ、カードショップ行くとね、古いのが置いてあるかもしれないけど、 うちは古いのばっかり、はい。じゃあヒューストン LA、うん、ね、そんな感じかなとは思うんですけど、来週の予想に役立てますはい、予想っていうのはね、はい、逆に読みは嘘よですから。なるほど、なるほどですね、はい、そんな今季強い LA の偉大なレジェンドがたくさんいたと思いますが、そうですね、はい、まあ、これ熊ですよ、はい、熊です、うん、ね、熊ですよ熊これあ、いつ何年前、これもね、もう結構苔が生えそうな感じですけど、これみんなのね、永久欠番になってる人たちの、はい、要するにクマさんなんです、はい、それでジェリー・ウェスト、はい、アブドゥル・ジャバー、チェンバレン、はいはい、その前に何しろレイカーズっていうのはミネアポリス・レイカーズ、うん、今の要するにウルブズの場所に最初レイカーズがあって、はいはい、ね、なんでレイカーズって、ね、カリフォルニアにあそこにあってレイカーズってなんでって、湖あんまりないじゃんって、それでミネアポリスの近辺はものすごいね、もう万っていう数の湖がある。でミネアポリスの住民のことをレイカーと、それでミネアポリスレイカーズになったんですけど、そこを買っちゃって、ロサンゼルスに持ってきたんです。あ、そうなんですね。五大湖の近く。そうです。セントポールとかね、そういう町が あるんですけど、はい、非常に寒い、うん、僕の行くときはいつも寒い、何なんだこの寒さというところですね、はい。で、まあ、そこで生まれたときにジョージ・マイカンという、うん、非常に今考えるとそんな大きくないんだけど2メートル8なんですけど、うん、頃はやっぱ巨人ですよね、うん。でここのジャバー、それからチェンバレンは2メートル18、うん、でかっ今でもでかいですね、はい。で、このジェリー・ウエストさん、44番、うん、44、33、13って、もうどんどん欠番が
こう増えていくわけですね、はい、もちろんあのマジックもなってますね、うんはい、でそういう選手がどんどんなくなるんで番号をつけるものがなくなるんじゃないか、うん、これはボストンとね、レイカーズの宿命ですね、ボストンとレイカーズはいい番号がもうない、うん、ああなるほど、だからあのユータが12番なんていうのはいいなと、 あれはなくなってないぞ、10番ないよね、グリズ、まあ、いいや、グリズリーズはちなみに9と50がそのうちになります、はい、あのもう宣言されてます、はい、なるほど、まあそれでこういう要するに永久欠番の人たちのバナーがですね、あのステープルセンターになるとあります、へえ、それ見てああこの人たちがすごかったんだというふうに思うといいかな、はい、名門ですね、名門です、あのでレイカーズはあの僕が取材し始めた時にやっぱり西海岸の窓口って言ったらサンフランシスコか、うん、あのロサンゼルスじゃないですか、うん、でロサンゼルスに行ったんですね、はい、でまあ僕はそういう取材始めた時に一番気になった選手が、カリーム・アブドゥル・ジャバー、うん、彼が UCLA でねあの本当に、4年間やって、それで、あれはミルウォーキー行ったのね、ミルウォーキーに行って、それから途中であのレイカーズに来たんですよ、うん、で、こんな、それで彼は、UCLA ですから、ニューヨークで生まれたにもかかわらず UCLA、うん、というのは、あの頃はあのメディアは要するに、三大ネットワーク、うん、しきゃ、要するにあのバスケットでやってる時にあの広まらないわけですよ、ね、はい、でそこの三大ネットワークの中でやってる時だけがあの広まるから、うん、彼はわざわざニューヨークから、うん、あの、ニューヨークから LA 行ったわけです、うん、UCLA、うん、で UCLA があれも10連覇ぐらいしてますかね、あの NCAA の世界、そういうふうに強いジョン・ウッドンがやってた、そういう強いところに行ったんで、ものすごいこう自分には気になった、うん、だから最初に見たかったのはこれ、はい、で最初に行っていやー見たらね動いてるこれで固まりましただってあの本当に要するにスチールしか 見ないですからね、それで編集はしてたからだけどすごいね、うん、あの要するにスカイフックなんてね、うんうんうん、あのブロックを事実上できないとか、うんうん、いうようなね、天井から落っこってくるやつだから、うんうん、触ったらもうゴールデンで、なるほど、はい、そういうような選手だった、うんうんうん、でそんな選手ばっかりでしたから、まああのすごいこうなんていうんですかね、もうカリスマ的な選手ばっかりでしたね、うん、そうですね、今日ちょっと僕持ってくるのを出しといて忘れたんですけど、あの、カリームとマジック・ジョンソンが、うん、要するに一緒のチームで、もう彼はベテランでしたね、はい、マジックがルーキーの時、うん、ルーキーでレイカーズ入ったんですけど、はい、その時にいきなり優勝するわけですよ、うん、あのワールドチャンピオンになる、はい、でその時に、チームをジェリー・バスさんっていうあの、はい、オーナーが、はい、前のオーナーから買って、それでそのオーナーが今日のまた勝ち続ける、うん、あの礎を作ったんですね、うん、でそれは何かって言ったら非常にいろんなアイデアを持った人で、うん、あのレイカーガールを作りました。でそれまでチアリーダーチンケラのしかなかったのね一応いたんですねチンケラのレイカーズにはいなかったんですよ。あ、レイカーズにはいなかったんですよ。だからレイカーズにオーディションやって、はい、あの彼女らの給料って今でも安いんですよ、うん、1回演技してせいぜい100ドルとか、うん、はい、安いですね。安いですね。だけどまああの41試合あるわけです、はいはい、だからそかける1万円という感じだけど、だけど安いですよね。バイトですよね。だけど通してだからまあ、あのもうちょっとそれは払ってるとは思いますが、はい、ただあの公式的にはそんなこと言ってますね。でなぜか、はい、後ろにハリウッドがあるから。ああ、なるほど、はい、ハリウッドがあってそこで目立つとね、やっぱね、うん、俳優になった人いるんですよ。女優で、すごい夢がありますね、うん、夢がある。まあそういうことやった。それからね、あのバンドを入れましたね。うーん、あの生のバンドが入って、まあ今入ってるかもしれない。しかしね、あの要するに何をやったかったら、その、ジェリー・バスさんの、卒業した大学が USC、はい、南カリフォルニア大学、うん、
で USC のそのバンド、マーチングバンドがあるわけで、はいはい、そこを要するにフォローしてたんです。ボランティアでいろんなお世話をして、なるほど、で彼らに要するにいつもお金をあげるにはどうしたらいいだろうかって、じゃあレイカーズ来てそっからですか。そっからです。それでね、今のアリーナ皆さん見て分かる通り、こう、コートがあって、うん、ちょっと長楕円になってますでしょ、はい、あれの一番上見にくいところが、うん、オーナーズシートってある。あ、そこの横でバンドがどんちゃかどんちゃかへね、それでそのオーナーズシートっていうのはこうやって見るとコートがこうまっすぐこういうふうに見えるんですよ、うん、そうするとあのギリシャの闘技場、はい、コロシアム、みたいな感じでね、こう食事しながら飲みながら、うん、何度か誘われて、うん、そこの席で見ましたね。すごい。その、スカートの短いおばちゃんがお姉さんじゃなくて微妙っすね。スカートの短いおばちゃんが Would you like something to drink? って言うから、はい、マティーニオンザロックスをお願いします。で、要するに1クォーターから見てて3クォーターぐらい終わるともうグラグラしてそういうこともありました。いつもじゃないですよ。まあそんなチームです、うん、だからNBA を牽引してたチームですよね、うん、まあそれは間違いないですね。いろんな意味で、でまあほら、マジックの時のね、うん、早い攻めの、ショータイムバスケット、はい、あれはもうすごかったですね、うん、そうですね、もう何しろ楽しくて楽しくて、うん、でその時のリトグラフがオーナーのうちにあったんですよ、はい、オーナーズルームの後ろにかかってた、はい、で。すごいって感動したんですね、はい、日本ではこういうバスケットを表した野球のは時々あるかもしれない、うん、バスケットを表したこういう絵はないなと思って、うん、そしたらね、そのフォーラムの時でしたけど、はい、オーナーズルームの前にこうその絵がリトグラフが置いてあったんです、はい、でうわ これなんだろうって言ってオーナーに聞いたら、なんだ気に入ったのかって言うから、はい、いやすごいこれは今みたいな説明した、はい、そしたらそうか日本にはないかお前持ってっかって言われるわけで、はい、いや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 でいくらぐらいするんですかねって最初に聞いた、はい、そしたらもう分かんねえまあオーナーは分かんないね、まあ、そうでしょうね。それでその、生の油絵が後ろにかかってた、はい、でこっち側にリトグラフだ、でそのリトグラフ持ってくかったら送料は出せないけどタダでやる、それで僕もらって我が仕事部屋に約30年ぐらいずっとありましたから、ね、である時ルーブル美術館のですね、はい、物語を見た時に、うん、はい、例えばピカソの絵を持つとするじゃないですか、うん、ね、レオさんが、はい、持つと例えば死ぬじゃないですか、うん、それ絶対売られちゃうよ ね、 そうですね、ね、はい、売られるし、そうするとそのルーブル美術館の人たちはだいたいそういう持ってる人っていうのはね、うん、一時管理人なんですって、ああ、そっか俺管理人かで管理人であるならばこれを一人でね、はい、確かに見てね、はい、そのレイカーズのオーナーからもらったグラスかなんかでこうやって飲んでるのもいいけれど、うん、これはやっぱりみんなに見てもらった方がいいな、何気なくこうあった方がいいなということで能代バスケミュージアムに寄付したんです。なるほど、はい、だから能代に行けばもう常に見れるし、これかみたいな感じで、まあそこで日本酒を能代のね酒は美味しいのありますけど、うん、持ってって勝手にこうやってって飲んでも誰も怒りません、うん、能代は大丈夫ですこれいいっすね、うん、ちょっと今度旅行しましょう4人で能代でしょ、能代でこういう番組をやるね、ね、出張しよう、ね、だんだん本当にこのアメリカンダイナーな雰囲気から日本酒飲み出したあいつら本当だ、それはそれでそれはそれでね、うん、で、はい、バスケミュージアムと提携した番組なんかもね、そうですね、作ったら面白いですね、うん、いいですね、島本さん味方につければ何か確かにそう、ね、早くやらないと消えるぞキリンさんみたいに、はい、
本当そんなそんなようなチームです、うん、レイカーズ、はい、だから一度やっぱりね、うん、生でいいですね、見てみたいですね、行かなきゃダメですね、うん、でこの間のマジックジャバーの、まあ、偉大さの一編を話していただきましたけど、はい、その後、まあ、しばらくちょっと低調な時代をがあってからまたコービーシャックで優勝しましたね、あの人についてはどうですか。あコービー、まあ、シャックがね本当にねあの優勝したでしょ最初、はいはい、あ優勝の近辺まで行ったんだ、うん、あの95年の、マジック時代、マジック時代、はい、であの時にね行ってたらねあの NBA の広報の、ジョシュ・ローゼンフェルドという人がいたんですね、はい、その人は元レイカーズ の、うん、あの PR ディレクター、はい、で会うとあのジャパンゲームの時も彼来てたから、はい、で寿司がすごい好きだから、はい、で僕はあの築地に行っちゃ寿司 の、ね、あのマグネット買ったりね、はい、T シャツ買ったりしてねあげてたわけですよ。何しろそういうのが好きだって言うとね、はい、なんかやってるとね向こうからすぐ来るじゃないですか、ね、はいはい、でそしたらこうやって「おいシャック行くぞレイカーズ」って言ってあの頃言ってた、あの頃言ってた、いやすぐじゃねえけど絶対行くからえっなんつってシャック行ったら、いやコービーがあそこまでなるとは僕は思わなかったんですよ、18歳の時から見ててね、はい、なんかね僕らが行ってこうオーナーなんかと話して向こうからこうやって見てね何話してんだろうあのおじいちゃんたちっていうような感じでねそうするとみんながねこっち側にいるあの、まあ、コーチ連中なんかもあれまだな耳の後ろが汚いからなってるから何だって言ったらいや子供アメリカの子供って耳の後ろ洗わないからってね、うん、あのお父さんお母さんは必ずここをよく洗うからあれ洗ってないってっていうような話を聞きながらね、うん、そしたらそのうち化けちゃってへ、ね、まだ子供だったんですね当時は、ね、だけど入った時はね、すごいですね、あのコンビ仲は悪かったけど ね、あ、そうなんですか、不仲説ってかあったんですか、うん、そう、最終的に不仲だったんです、最終的に空中分解して王朝が終わるぐらいの、まあ、3連覇しましたから、うん、そうね、でもあれやっぱり3連覇したのはフィル・ジャクソンのおかげだよね、まあそうですね、うん、まあ本当に、そこでそれから落ち込んだね、また落ち込みましたね、今のところは、まあ、今年ぐらいから少しずつじゃないかな、あ、あとあれだ、それこそ彼の時代に2連覇かな、そうですね、パウがそれ、グリズリーズのね、はい、生え抜きだったパウがアウトコービーで2連覇、あ、レイカーズにいたんです、はい、レイカーズにいました、そう、うん、グリズリーズは持ってかれたんですよ、持ってかれましたね、もう、ね、はい、西の言うレイカーズは金も持ってます、うん、なあ、花があるからみんな行きたがる、やっぱそうなんです、うん、ハリウッドそう近いし、うん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 、暖かいし、ね、暖かいし、だからプレーするお給料以上のものがね、うん、やっぱあると、なるほど、ああ、うん、はい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 、でやっぱりパウのケースみたいに本人がもう行くってなっちゃうと、はい、もう足元見られるのでグリズリーズ的にはその当時はファンの大バッシングを受けながら、はいはいはい、マルク・ガソルの、うん、指名権かな、うん、なんか取って、うんうんうん、ですけど最終的にねマルクもオールスターまで成長してっていうね、うん、だからやっぱ兄弟でねすごいよね、うん、そうですね、オールスターでやり合ってましたもんね、あのデカさ半端じゃないパウも生で、あ、当然当然、そうですよね、はいはい、うん、あ、いい子来たねみたいな、うん、なんかね、あのいい子って言っちゃう子供みたいな、うん、まあそうですよね、うちの息子より若いぞみたいな、僕らが高校バスケみたいな、ね、みたいな、何々くんって呼んじゃうけど、あ、確かに、へえ、まあ確かに結構ね、うん、だけど弱い時も面白いんですよね、ああそれありますね、うん、今これでまたレブロンが来て、はい、優勝にグッと近づいたわけですけど、はい、その去年まで頑張ってた若手たちのチームの中で島本さん的に注目されている方選手います？あのロンゾボールって面白かったね、あ、そうですね、うん、確かにお父ちゃんがちょっと狂ってる狂ってるっていうのはいいんだな、放送読んでも大丈夫ですね、はいはい、さっきの気違いダメですけどネット番組がいいんじゃないか、ダメだろうな、はい、だからなんかそういう、あと強い時は必ず地味なことをコツコツやるやつがいるんですよね、あ、そうですよね、ちょっとそこのとこ、ここのとこ見てないのよね、ちゃんときちんと見てないから、
そういう選手がちゃんと働き出すと、はい、今季のロスターにいるのかどうかっていうことですかね。なるほど。だから僕が最終的に描いてるのは、うん、ユータはレイカーズの12番になる。行かないで。本当だ。確かに。悪い悪い。いやいやいや。まあそこまでなってたらね。いやすごいですね。クリス・ジーでも当然結果を出してるわけですからね。はい。引き抜かれるぐらいの選手になってもらいたいですね。うん、引き続き。引き続き。なるほど。意外と元グリズリーズは優勝すっから。へー、うん、あのジェームズ・ポージー、マイク・ミラー、シェーン・バティエみたいな、うんうん、自慢なのそれ。パウガソみたいな。私が育てた的な。私が育てた的な。実質優勝的な感じ。いいですね。なるほど。はい。あんちゃん、なんか質問があれば。うん、レイカーズ、うん、なんか確かに、うん、私の友達とか同期とか、はい、バスケあんまり知らない人でも、うん、バスケ NBA といえば、はい、レイカーズみたいなイメージがある子が多くて、うんうんうん、それは多分ファッションとか、あ、ファッションですよね、あるんだと思うんですけど、うん、けどなんか、まあ、レイカーズなんだろう、質問は特にないんですけど、なんかそういう印象があったんですけど、ね、あのそれに関しては私は謝ります。なんでですか？最初に、はい、要するにレイカーズ行ったでしょ、はい、でオーナーがすごくいろんなもの何でもいいから持ってけってこういう人だったから、はいはい、資料をいっぱい持って帰ってくるでしょ、はい、これこのまま僕が持ってただけじゃ あのもったいないからって、うん、月刊バスケットの中でどんどん出したわけですよ。あ、なるほど。それは例えばクルーザーにみんな選手がね、うん、こういったこんな、後ろにシーズン のスケジュールが載ってるのなんか、これかっこいいよな、こんなの日本の野球絶対ねえもんなってどんどん載っけてくるわけですよ、はい、それを要するにあの初期の頃ずっとやってましたけど、うん、それの一番影響を受けたのが井上雄彦さん。NBA はレイカーズしかないと思ってたんだって。あ、なるほど、はい、日本にこのレイカーズファンが多いという、はい、まずそこを作ったから謝ります、ね、他にもチームあるんだよ、はい、グリズリーズもあるのよ、はい、あります、そんなチーム。あるよ、あるよ。やっぱりね、本当あのね、ニューヨーク、ロサンゼルス、それからボストン、それからシカゴ、うん、やっぱ大都市なんですよ、シカゴの人気あるのね、だからアメリカも一緒ですけどね、その4つが大体中心でっていう、うん、だから一緒にあってもクリッパーズなんかね、うん、あ、確かにそうです、ね、うん、なかなか最近ちょっと良くなってくる、うん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 、だそんな意味ではレイカーズのニュースしか流さなかったもんで、ね、なるほどね、うん、僕もよくアメリカ人の知り合いとかになんで日本はブルーズファンとレイカーズファンしかいねえんだって聞かれる。山本さんのせいですって言ってた。今度からそう言っておきます。実は変な編集者がいて編集者って言ってた。なるほど、うん、そこでもつながりがあるんです、ね、だからなんて言うんでしょうね、すごい本当オーナーのうちにも止めてもらってたしね。すごい豪邸なんでしょうね、きっとね。すごかったです。あのね、ピックフェアって言って、ダグラス・フェアバンクスっていうね、ものすごい有名な、あ、古い方はアメリカの、男優ですね、はい、それで、ダグラス・フェアバンクスとメアリー・ピックフォードっていう人も結婚したんです、うん、で、その人たちが住んでた家がハリウッドだよな、あ、ビバリーヒルズだ、はい、ビバリーヒルズの真ん中にあるんですよ、はい、で、テニスコートはあるわ、テニスコートにこう、もちろんプールも2、はい、2、3個あったんです。で、家が美術館みたいな。で、ピンボールマシーンなんかもその家にいっぱいあるしね。すで、あ、そこでね、なんか、リロイ・ニーマンっていう人、イラストレーターがいるんですよ、有名な。それがジャバーを描いたね、こんな、なんだ、ブランデー、はい、ブランデーのね、瓶があったらかっこいいなと思ってね、こうやって見たら、やっぱりそれも もらってきましたけど、ね、何でももらってきました。何でもらってきました。いや、だからほら、日本にそういう文化がないから、何、はい、かの時に、いや、そういうのあるんですよだって見せられないと。確かに、ね、説得力ないじゃないですか。だから何でももうね、そういうのはね、素敵だなって思うと一応行ってみる、うん、はい、行ってみると向こうに余裕があるといい、
持ってけ泥棒って言われる。いつかお宝特集しましょう。したいですね。島奥さんのめっちゃ並べて、まあ。それにはあだけど随分ね、あの野城に。あ、そうですね、確かに。島奥さんのご自宅で収録っていう。ずうずうしい発言。ありとか言っちゃった。はい、はい、時間ないんで閉めてください。というわけで、はい、じゃあ、アンジョン最後、あります特になし、特に今日学んだことは何でしょう、はい、島本さんはすごいという、はい、はい、島本さんはすごい、はい、島本さんはすごい、はい、ということで、はい、まあ次回以降もまた、はい、レイカーズ以外も、はい、もちろんね、お宝はないかもしれませんが、すごい話が出てくるじゃないですか、はい、もう他のでは聞けないような、うん、超貴重な話が多いので、だ逆に島本さんに聞きたいことあったらリクエストもお待ちしてますんで、どんどんまずはねツイッターで絡んでいただければと思います。それでは来週もお楽しみにしてください。バイ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 。